バージンはアメリカ合衆国ユタ州ワシントン郡に所在する町である。2000年の国勢調査によれば人口は394人であった。バージン側に沿い、ザイオ温国立公園からはほど近いところにある。標高は3550フィートで国道9号線上に位置する。バージンの座標は、整形113度11分23秒。 北緯37度12分06秒である。国勢調査によれば、総面積は11.9平方マイルである。2000年の国勢調査によれば、人口は394人、世帯数は146、家族数は102、人口密度は1平方マイルあたり33.1人で、ある。家屋数は170で、1平方マイルあたり14.3個。 1>, 1平方キロメートルあたり5.5個である。人種構成は96.45%が、白人0.51%が、アメリカ先住民1.27%が、ポリネシア人1.78%が二人種、またはそれ以上の根欠である。ヒスパニック系、またはラテン系は1.27%である。146世帯のうち18歳以下の子供がいる。 ものは30.8%、夫婦が同居しているものは58.2%、夫のいない女性が接待医であるものは8.2%、女性が一人もいないものは30.1%で、ある。また、一人暮らしをしているものは20.4%で、そのうちの7.5%は65歳以上の老人である。一世帯の平均厚生人員数は点七0人で、 1>, 1家族では3.23人になる。世代構成は、18歳以下が26.1%、18歳以上24歳以下が11.4%、25歳以上44歳以下が25.1%、45歳以上65歳以下が23.4%、65歳以上は14.0%で、平均年齢は37歳である。 女性100人に対して男性は114.1人で、18歳以上では女性100人に対して男性は109.4人である。一世帯の平均年収は36,953ドルで、一家族あたりでは37,500ドルである。また、男性の平均年収が32,625ドルで、あるのに対し、女性は19,500ドルである。 国の収入を人口で割った一人当たり総生産は14,797ドルである。女性のうち9.3%、全人口のうち9.0%は貧困層で、そのうちの7.4%は18歳以下の子供、または65歳以上の老人である。2000年5月、全家庭に重機を所持し保有することを命じる法律が可決された。 このことは2002年公開のマイケル・ムーア監督の映画ボーリング・フォー・コロンバインで取り上げられた。ありがとうございます。